ランスワン駅は、タイ王国南部、チュムポーン県ランスワン郡にある、タイ国有鉄道南本線の駅である。ランスワン駅はタイ王国南部、チュムポーン県にあり、人口約7万2千人が暮らすランスワン郡にある。街の中心部より、やや南東方向に外れているため、利便性が悪い。駅の正面側が、市街地である。一等駅であり、一部の特急列車が停車する駅でも、ある。 1>, 1日に20本の列車が発着しその内訳は、特急に往復、急行1往復、快速5往復、普通に往復である。なお、快速1往復、普通1往復は当駅が始発、終着である。大国有鉄道南本線は、東北本線、北本線に次ぐ3番目の幹線として着工された。 旧トンブリー駅ペッチャブリー駅間が1903年6月19日に開業したのを皮切りに南北3カ所より同時に延伸工事が開始され、当駅は南側からの工事により1916年7月17日に開業した。2ヶ月後の1916年9月1日に南北からの路線工事が完了し接続された。短式及び 島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。